はい、それでは、2回戦参りましょう。A ブロック2回戦第1試合。ジャンクロード・バンダボー。対するは、マネーアイドル、ヤビキング・シジマ君。あ、だから分岐進んだんか。さあ、このゲームね、まず第一条件として算数ができることから始まります。はい。これ足し算と掛け算両方練習しなきゃダメですね。はい、おっと 2P 側の牛島くんがすっごいアグレッシブな攻めを見せた。かわいそう。さあ、1P 側のおっと、これは止まってしまったが、まだ、おっと、勝ったのは、ワンダホー。さあ、2本目。おっと、お邪魔が降ってきたが、しかし、これなんか連鎖がすごい組みやすそうな組み合わせではありますね、これ。これはちょっとなんか、黒くなりそうな予感しかしない。危ない、おっと、危うく、ツヤ解除。どうすんの？あ、ランクアップだ、ランクアップ、ランクアップ、ランクアップを使わずに死んでしまった。さあ、これで両者1-1。今更かよ。危ない、死ねる。これは危ないの。おっと、これは危ない。救死状死。牛島くん見事。うわ、これは。さあ、勝利したのは闇金牛島くん。ブロック初心しておめでとうございます。さあ、 A ブロック2回戦第1試合ですね。NOR1 ビリさん VS CF さん。さあ、こちらの方で、勝負していただきましょう。バンピー側1ビリさん、スーピー側は CS さん。さあ、キャラクターは、さあ、先ほども一緒ですかね、これは。ワンピー側のチビリさんは、マッカーモーカリー。さあ、ツーピー側が、なんだっけ、これ。あー、忘れた。とりあえず、ラスボス。バイトディーラー。今思い出した。さあ、うっしゃ。すいませんでした。さあ、おっと、これは、ワンピー側がかなり危ないぞ。しかし、冷静に、連鎖を組み始めて、ものすごい切り返しが、これ死んだんじゃないですか、これ。せんださあ、見事ワンピー側、NOR。さあ、2本目。さあ、まず、最初に、さあ、連鎖を組み始めたのは、ワンピー側のマッカーモーカリーだが、消せるのがこれ、この騎士危ない、この位置危ない。さあ、シーさんが死んじゃったねえ、残念やったな。さあ、勝利したのは NOR さん、NOR さん、NOK さん、1ミリさんですね。おめでとうございます。さあ、B ブロック2回戦第1試合参りましょう。キラーヒジヤさん VS ベンサムさん、こちらの方お願いいたします。いやー、パズルゲーってやっぱですね、試合展開すごい早いですね。まだ30分ですよ。あ、片瀬さん、どうもいらっしゃいませ、はい、あ、どうぞ、まあ、後ろの方から撮るような感じでお願いします。はい、2P がスタートしてくださいね。はい、そうですね。そう。さあ、1P 側が、キラヒジア、2P 側がベンサムさんですね。
さあ、ワンピがマッカーモーコリスカス。さあ、ここにありゃ、さあ、ツーピがはエディ、うん、エディレイパー、わかんない。エディルレイパー。あ、じゃあ、メガネ。さあ、お互いに、自らラインを下げることはしない。安定した立ち回りで、相手をじわじわと殺していこうというところなんでしょうか。そうね。さあ、おっと、気づいてみればワンピー側が若干窮地に、さあ、立たされているがさ、10円玉両替したい。そして50円玉、置きに行けなかった。さあ、そう。そう。いやー、このゲーム金持ちほど死にますからね。そう。おか、夢じゃねえこれ。おっと、消していったが、間に合わず天才。さあ、まず 2P 側の、ベンサムさんが1本目先取しましたね。さあ、2本目参りましょう。さあ、さあ、2P 側の方がさ、連鎖に向けての縦の同金種の列が組まれていったが、さあ、どんどん消していく。さあ、5連鎖をかまして落ちた。見事、ベンサム。ブロック決勝進出おめでとうございます。これ、切り返し超むずいね。はい、続きまして、B ブロック2回戦です。第2試合ですね。新潮さん VS、いじけさん、こちらの方お願いします。さあ、新潮さんが 1P 側座りましたね。 2P 側いじけさんです。さあ、 2P 側を選んだのはチェリーバイヤー。さあ、おっと、お互いに最初の一つは消していった。さあ、先に連鎖を組み始めるのはどっちだ。さあ、 2P 側のいじけさんが連鎖組み始めたが3連鎖で止まった。そうね。いそうね、それ。さあ、連鎖を組めるか。あっと、うん。さあ、連鎖が開始していったが、ここで止まってしまった。さあ、ワン、ワン、やだ、やだ、と背景で。あっと、ずれてしまった、五円玉。これはまずいか。いや、しかしここで、あまず1本目先取したのはワンピガーベンサム。さあ、2本目参りましょう。ね、すごい。いやーね、キャラ付けやばいっすね。いや、キャラの気合の入り方はやばいっすね、このゲームは。確かに。おっと、スーピー側は、思いのよらぬ方向に100円玉が行ってしまった。おーっと一瞬にして死んだ。勝利したのはワンピー側。新調子、新調子ですね。おめでとうございます。さあ、淡々と進んでいく、このゲーム。さあ、パズルゲームならではといったところでしょうか。はい、それでは、ブロック決勝参りましょう。 A ブロックの決勝です。マネーアイドル、闇金、牛島くん対するは、NOK 1ミリさんですね。こちらお願いします。さあ、 1P 側は、牛島くん、 2P 側が1ミリさん。お、ワンピがエルディレイパー、ツーピがマッカーモーカリー。だんだんキャラの名前が言えるようになってきましたね。さあ、
おっと、2P 側が早くも連鎖を開始して、5連鎖繋げていった。で、2P 側も、8連鎖、9連鎖、10連鎖、11、12、13、14、15、16、これは、即死した。いやー、いいゲームだな、これ。ワンピーガーが連鎖ですね、これ。さあ、ツーピーガーが連鎖を開始。はい。さあ、さあ、どんどん相手が入ってさ、ワンピーガーは。いや、喋ろうとした時にはもう終わってんの。しょうがないじゃん、これ。牛島くん勝利です。おめでとうございます。いや、これ、アスマンガよりもやばいね、これ。即死っぷりが。はい。はい、続きまして、B ブロックの決勝ですね。ベンサムさん対、新潮さん、こちらお願いします。ベンサムさん、はい、そうですね。さあ、ちょっとチャットの方見てみましょう。両替の天才がいたわ。うおー、牛島最強。さあ、牛島さんなんか黄色い声が上がってます。もう、もう、牛島さーん。さあ、B ブロックの決勝参りましょう。LD レイパー VS エクスチェンジャーになりますか、これは。あ、いや。さあ、ワンピー側。キャラクターはマイトディーラーを選んでいった。ガチですよこれは。さあ、まず連鎖を組み始めたのは、まず連鎖を組み始めたのは、さあ、ワンピー側ですね。おっと、ここでさあ、ツーピー側が窮地に立たされているか。これはもしかしてここで連鎖が組み始めて、はい、あーっと途切れてしまった。まずはビガーベンサム勝利。さあ、さあ2本目参りましょう。さあ、先に仕掛けるのはどちらだ。おっと、2P側が先に仕掛けていった。先手必勝といったところでしょうか。さあ、さらに2ライン来るぞ。おっと、決して組の皮一枚繋いだが、ここで、さあ、連鎖どこまで続く。あーっと、ここで終わってしまった。なんとかして、繋いでいきたいが、あと、お金が足りない。お金がなくて初めて困った。さあ、気持ちいいけど、ああ両替、なんだか組の皮一枚繋いで、なんとかしたい。これは厳しいか。しかしまだ生きてる。つうか。手伝いでいる。あーっと、あーっと、なんだこれは。勝利したのはワンピー側、ベンサム勝利。おめでとうございます。盛り上がる、この辺は。嫌ですね。っていうか、そうですね、先に仕掛けられると、マジ、イレーズアイテムとかランクアップアイテムがただの邪魔にしかなんないですね。はい、じゃあ3位決定戦参りましょうか。A ブロック、決勝惜しくも敗れてしまいました、NOK さん。こちらと、新潮さん、こちらの方お願いします。いやー、やっぱりこうなるとは分かっていましたけど、ガス勢同士の戦いって見てると超面白いですね、これ。明日から流行る。そうですね。あ、簡単なゲームですね。ルールは簡単。先に10レースは組んだ方が勝ち。おっと、さあ、スーピーガー速攻で、
ワンピー側はあっと、さあ2本目。おい、いさあ、あっと、はい、あーっと、ズビア。お、しかし、ここで生きてる。さあ、連鎖を重ねて、逆に、これは、あとが9、あーっと9人で止まった。見事な逆転勝利。見事3位。3位に輝いたのは、NOK さん、おめでとうございます。はい、さあ、それでは、いよいよ待って、決勝戦の方参りましょう。まず、A ブロックの覇者、マネーアイドル、闇金牛島くん。こちらの方へ。はい、はい、拍手。対する、B ブロックの覇者は、ベンサムさん。はい、こちらの方へ。はい、それでは、この激しい戦い、書き続けて見事ファイナリストになったこのお二方に一言ずつ、コメントをいただきたいと思います。まず A ブロックの覇者、マネアイドル闇金牛島くん。ありがとうございます。闇金。今チャットの方でうおー牛島さんって黄色い声が上がっています。はい、それでは決勝に向けて何か一言お願いします。あんたらまだ返済がまだだぜ。給料日楽しみに待ってるよ。あー怖いよいや、俺給料日が怖くなったの初めてだわ。はい、続きまして B ブロックの覇者、ベンサムさん。はい、じゃあとりあえず、決勝に向けて一言お願いします。あ、闇金から借りた金は返す必要がない。この人分かってますね、返し方。さあ行きましょう。それでは決勝戦参りましょう。じゃあじゃんけんで、座席の方は決まりましたか。さあ決勝にふさわしいベストワーズを期待してます。はい、ワンピー側がスタートですね。押してください。はい、それでは第5回裏投影機2日目第2種目、マネーアイドルエクスチェンジャー大会決勝戦を始めます。拍手。さあ、ワンピーガースワルは牛島くんだ。牛島くんの、さあ、エブリワーカー2ピーガーは、チェリーなんたらは、ベンサム。さあ、先手を取ったのはワンピーガーですね。連鎖が先に途切れてしまったのはワンピー、2ピーの方か。さあ、連鎖を開始してなんとか反撃の糸口をつかみたい。あっと、さあ、闇金の嫌がらせ、闇金の嫌がらせが始まったか。連鎖が組みたいけど組めない。おっと、はい。まず勝利したのはワンピー側牛島くん。さあ優勝に王手。さあ、おっと、すごいプレーに走っていった。バイプッシュってレベルじゃねえぞこれ。ちょっと待てよ。はい、さあ、はい、はい、はい、あと10連鎖したところで、よし、さあベンサムピンチだが、こっから巻き返せるか。いやー、500円玉は無情にも一段下に。8連鎖、9連鎖、うわ、さあ、いやー、ベンサムさんが
ベンサムさんが東京湾に沈められた。なんということだ。これが現実。優勝は、闇金アイドル、しじまくんです。おめでとうございます。なあ、大体当てないよ。はい、それでは、今決勝を、戦ったお二方にもう一度こちらの方でコメントをいただきたいと思います。はい、惜しくも敗れてしまいました。準優勝はベンサムさんです。拍手。残念でした。一言コメントをお願いします。一生懸命働いて返します。ま、真面目に働くんやで。はい、はい、それでは、見事この激戦を制しました。見事、そうですね、見事取り立てに成功したマネーアイドル闇金牛島くんです。拍手。はい、それでは取り立てに成功した喜びを一言お願いいたします。まだ利子分なんだけどね、払ってもらっての。ということで、優勝させていただきました。どうもありがとうございます。で、実は優勝商品を持ってきたんですけれど、優勝、ということなので準優勝の方に、持ってきたプレゼントを、授与したいと思います。今戦った、マネーアイドルエクスチェンジャーの今戦った分がもうコミックになりました。マネーアイドル闇金牛島くん一貫。中身をめくるとただの闇金牛島くんのように見えますけれど、表紙はマネーアイドル闇金牛島くんになっております。はい、あ、みんな写真撮影するなら今だよ。写真撮影するな今。本物君。さあ、今会場内では、マネーアイドル牛島君の、単行本の表紙の撮影会が始まっています。これできよすぎだろ。さあ見たい、チャットの方では見たいという声が上がっています。おい、誰かツイッター上げろよ。ツイッター、当然ハッシュタグは裏攻撃で。シャーブ見て、漆島くんでもいいよ、もうどちらでもいいや。はい、あ、あ、牛島くん、あ、全然、はい、じゃあさ、はい、撮影会をしている間に、じゃあちょっと今、表彰状の方を準備をいたします。今しばらくお待ちください。じゃあ撮影会で、私も今表彰状を書いているので、なんか、大会参加者の CU さんから宣伝したいことがあるみたいです。どうぞ。はい、あ、すいません、マイクありました。 CF です。今ちょっと自分の方でパズルゲームの大会を開こうとしてます。はい、
って、で、今のところ予定してる種目は、花組対戦コラムス、ポチッとにゃん、マジドロ3です。いや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 、花組対戦コラムスやったことない。はい、はい、今のところ、2月第2週を予定してますが、ちょっと詳細は追って展開します。はい、何卒よろしくお願いします。あ、ツイッター、あー、ありがとうございます。はい、はい、とりあえず、あ、以上です。はい、まず、今から表彰式の方に移りたいと思います。と、その前にちょっと、まず謝罪からさせていただきます。優勝された、なんすけ、マネーアイドル闇金牛島くんっていう名前だったんですけど、間違って闇金アイドル牛島くんになりました。ほんとすいませんでした。ほんとすいません。あ、そうですか。はい、まあでも意味は合ってるよね。はいはいはい。はい、というわけで、じゃあ表彰式の方に参りましょう。はい、では参ります。第5回裏闘劇マネーアイドルエクスチェンジャー優勝、闇金アイドル牛島くん。あなたは当大会におきまして、それでいいです。すいませんでした。並いる強豪を退け、見事優勝の栄冠を勝ち取りました。その栄誉をたたえ、これを表します。平成23年11月13日裏闘劇開催担当桐生はじめ、はい、おめでとうございます。で、一応こちらの副賞も用意してます。ちょっと待ってください。はい、優勝されました、マネーアイドル闇金牛島くんには、はい、こちらの、スーパークールタオルを、はい、はい、差し上げます。はい、おめでとうございます。はい、それとですね、今回、マネーアイドルエクスチェンジャー、こちら大会を行った、まあ、まあやってきたにあたって、まあプレイしてきた、人たちの中でですね、一番チープなプレイをしたなと思う人って誰ですか？逆 MVP ってやつです。いわゆる一番恥ずかしいプレーをした人。俺？あー、どうしようかな。うん、俺多分、チャーリーさんがミーちゃんだと思うんですよね。あ、いやいやいや、そんなことありません。まあじゃあ、今回は2連続で自滅をしてくれたミーちゃんに逆 MVP としてこちら、学力低下ゆとりこちらのステッカーを差し上げます。おめでとうございます。ゆとった。はい、はい、これだからゆとりは。あ、じゃあ学力低下ゆとりさん、逆 MVP の喜びの声を一言お願いします。ゆとりでさせん。はい、ありがとうございました。はい、というわけですね。いやー、ほんと盛り上がりましたね、この大会。いやー、はい。え、なんすかこれ。はい。あ、
あ、じゃあ、こちらの、さらに副賞が、逆 MVP ですか副賞、あるみたいです。こちら何ですか数読がついてる紙と、中にステッカーが入ってます。土下座してるステッカーが入ってます。はい、はい、みんなに見せて、みんなに見せて。はい、土下座。はい、もう少し頑張りましょう。はい、これ原作通りだ。おいおいおい。はい。はい、少々ちょっと打足になっちゃいましたかね。はい。あ、そういうのいいからさ。はい、というわけで、以上申し出してですね、まあ、マネーアイドルエクチェンジャーをの大会を終了したいと思うんですが、いやー、本当に熱い戦いでした。今回、多分参加した初心者勢の人は多分身をもって知ったと思いますけど、まあ、あと、見て分かった通り、このゲームすごく面白そうだよね。はい。まあ、別に面白いんだよ。いや、何それあ、あ、というわけで、まあ、今回に、限らずですね、今後も、遊んでいただけると、まあ、ガチ勢と、ガチ勢もきっと嬉しがることでしょう。みんな明日から頑張りましょう。明日から頑張れ。はい。明日から頑張れ。はい。というわけでですね、以上をもちまして、浦戸駅第5回ですね。2日目、第2種目、マネーアイドルエクスチェンジャー大会の方、こちらの方を終了させていただきます。皆様、ありがとうございました。